天下一大五郎シリーズ名探偵の起きて名探偵の起きては東野敬語の短編小説集である1996年に講談社より単行本が刊行され1999年7月15日に講談社文庫版が刊行された2009年にテレビドラマ化された天下一大五郎シリーズの第一弾で続編に名探偵の呪縛がある デビュー以来長年ヒット作に恵まれていなかった著者だが、この作品で放課後以来久々のヒットを記録し、また、このミステリーがすごい。1997では3位にランクインされ、大躍進を果たした。なお同年版では、どちらかが彼女を殺したも13位に選定され、作家別得票数では1位に輝いた。さらに受賞は逃したものの、第18回。 吉川英治文学新人賞の候補にもなり、著者の出世作の一つとも言える。もともと、小説新調1990年10月号に発表した短編小説、脇役の憂鬱について、著者が出席したパーティーにおいて、有栖川アリスや北村カオルといった有力者の絶賛を受けたことが執筆のきっかけであり、ミステリ界の分断を一種揶揄する内容でありながら、 分断の当事者からも評価を得ている。2009年4月17日から6月19日まで、毎週金曜日23時15分翌0時10分に、テレビ朝日系の金曜ナイトドラマ枠で放送された。主演は松田翔太。ドラマ化に伴い、大河原の所属が県警本部捜査一課から警視庁、捜査一課に変更された。天下一と大河原以外は、 ドラマオリジナルの登場人物、レギュラーゲスト、ありがとうございます。